こんにちは、群馬県です。そしてですね、こちらゆるキャラグランプリ2014優勝の群馬県宣伝部長の群馬ちゃんです。それではどうぞよろしくお願いします。今日はですね、皆さんに群馬県の PR をさせていただくんですが、その前にまず群馬ちゃんのですねご紹介をさせていただきます。群馬ちゃんは2月2日のですね、魚座、はい、ごめんなさい、2月22日ですね、ごめんなさい、2月2日の生まれのですね、ごめんなさいね。はい、群馬ちゃん、改めましてですね、群馬ちゃん2月の22日の生まれのですね、魚座で永遠の7歳、ポニーをモチーフにしていてですね、チャームポイントはなんとこちらの尻尾ですね、皆さん見てください。はい、毎日のブラッシングを日課としています。特技はですね、変身、歌舞伎の衣装や駅長の衣装などいろいろな衣装に変身して群馬を PR しています。今日はですね、そんな群馬ちゃんと一緒に群馬県の PR をしたいと思います。まず群馬県はですね、関東平野の北部に位置する場所にありまして、多くの山々にですね囲まれた環境にあります。赤城山をはじめですね、春名、それから妙義山などの名山がありまして、その山のふもとには有名な温泉地などもたくさんあります。皆さんもですね、名前聞いたことあると思うんですが、草津温泉、水上温泉、四万温泉、それから伊香保温泉、これみんな群馬の温泉です。そしてこれからですね、冬の時期はスキーシーズンです。はい、群馬県にはですね、たくさんのスキー場がありますよ。群馬ちゃんもスキー大好きだよね。そしてそのスキーを楽しみながらですね、先ほどお話しさせてもらった温泉で、冷えた体をですね温めてのんびり、そんな楽しみ方もできます。ぜひ楽しいことはですね、これから冬の時期群馬でぜひ満喫してください。それでは最後にですね、群馬ちゃんち、今日はあの群馬ちゃんちからこちらの方に皆さんご挨拶しております。そちらの群馬ちゃんちをですねご紹介させてもらいます。群馬ちゃんちは東銀座近くの歌舞伎座の前にあります。豊かな群馬の風土がですね、育んだお野菜とかお菓子、お酒ですね、そういったものさまざまですね、ございます。ぜひですね、群馬ちゃんちに遊びに来てください。で、群馬ちゃんもですね毎日皆さんにほぼお店の前でご挨拶させていただいておりますので、ぜひ群馬ちゃんにもですねお会いになってください。以上でですね、群馬の PR 終わりにしたいと思います。どうぞありがとうございました。どうもありがとうございました。群馬県の皆さんによる PR でした。群馬ちゃん、深々とお辞儀どうもありがとうございます。群馬ちゃんは2月22日生まれの魚座でしたね、覚えましょうね。どうもありがとうございました。はい、皆さん手振ってあげてください。群馬ちゃん、バイバイ。可愛いですね。さあ、続きましての PR は千葉県の皆さんによる PR です。それでは千葉県の皆さん、よろしくお願いいたします。拍手で迎え